こんにちは、ヤスです。今日はですね、英会話 YouTuber でオーストラリア在住のハルさんと、Zoom でコラボしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。今日はありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。はい。で、ハルさんはオーストラリアのシドニーに住まわれていて、そこで仕事しながら YouTube で英会話の学習とか、そういった発信をされてるってことですよね。はい、そうなんです。仕事の方は今主にインストラクターの仕事をしていて、はい、あと前に保育園で働いてたりとか、あとは最近オンライン英会話を日本人の方向けに始めました。はい、はい、なるほど。何個かハルさんの動画を見させてもらったんですけども、ありがとうございます。英語力が半端ないじゃないですか。全然です。で、英会話だけじゃなくて、トイックも満点取っていて、はい、今回の動画ではその、英語学習、全般について、トイックだったり英会話とか、もちろん、はい、その辺をの話を、どういうふうに勉強したかっていうのを聞いていこうと思うんですけど、はい、はい、まずそうですね、英語を勉強を始めてから今どのくらいなんですか？勉強始めてから結構長いかな。はい、海外、シドニーに住んでるんですけど、シドニーに最初に来たのが5年ぐらい前、はい、で、このぐらい話せるようになったのが大体1年後ぐらいで、その後日本に帰っちゃったので、その後 2、3年ぐらいは全然あまり英語話さずに、ティーチングのお仕事はしてたんですけど、そんなにスピーキングとか伸びずに、はい、またこっちに戻ってきたのが、2年前、もうすぐ2年前なので、合計で海外歴が3年、はい、であと日本でちょこちょこっと文法とか勉強したの入れたら5年ぐらいです。はい、でも、5年ぐらいでそこまでこう、もうペラペラに喋ってて、かつトイックも満点ってことで、じゃあまずトイックに関して言うと、どういうふうに勉強したんですか？まず最初の1年の留学の時にリスニングがぐっと伸びたんですね。はい、で、特にトイックとか意識せずにずっとリスニング、こっちの人と一緒に喋ってたらリスニングが、ほぼ満点まで行ったんですよ。多分留学生の方みんなそのぐらい行くと思います、1年だったら。1年でそんなに行くと思います、ずっと触れてたら。でもリーディングが伸びないんですよ、なかなか。単語とか、文法とか読む速さとかが結構ネックになってくるので、はい、その辺を、帰ってから勉強したんですけど、その勉強も文法を生徒に教える、はい、仕事だったので、英会話の講師をしてたんですけど、なので教えながら、もう本当に動詞の種類とかも知らないかったので、SVOC とかあるじゃないですか、はい、文系すら知らなかったので、はい、それを後から勉強して、リーディングを1年ぐらいで上げた感じ。教えながら、自分も勉強しつつみたいな。そうですね、なんか文法に関してはTOEICって結構本当に難しい問題が出てきて、ネイティブでも、はい、っていうようなものが出てくるんですよ。例えば、はい、提案とかサジェストとか、あと要求、リクエストとかっていう、そういう動詞の種類の後の後ろのざっと説は should をつけないといけない。でもそれが省略されるから、動詞の原型になるみたいな、そういうややこしいのとかもあるんで、なかなか多分留学だけだったら難しい問題もあるんでしょうね。そうだから、そういう文法と、あとは単語は単語帳を使ってやりました。おすすめの単語帳とかあったりしますか？そう、私キクタン990っていうのをやりました。なるほど。キクタン、アルクさんのところから出てるんですけど、はい、で、なんかその単語帳のやり方なんですけど、はい、私の YouTube 動画でも紹介をしたんですけど、見えるかな、こんな風に4つのカテゴリーに分かれていて、はい、で、この最初の単語の部分は音から聞きました。 CD
から聞いて、で、あのこれ閉じてやるんですよ。 CD で最初に音聞いて、はい、で音が分かったら後で単語を見るみたいな感じでやってて、この一番4つ目の長い文章、単語帳ってだいたい長い文章も最後についてくると思うんですけど、はい、そこは、そこも聞いて書いて、はい、ディクテーションしていくと、なんか細かいあとかざとかちゅがあったりフォーがあったりみたいな、そういう正確に書かないといけないから文法力もつくしって感じで、そうです、音からとディクテーションをしました。なるほどなるほど。ちなみに1日どのくらい勉強されてたんですか？全然ですよ、どのぐらいだろう。こういう単語帳ってなんか Day 1、Day 2とかってあるんですけど、はい、単語数で言うと多分 1,2,3,4,5,6,16 個ぐらいだけです。1日16個単語を覚えて、でも次の日はまた昨日のやつをちょっと見返したりとか。あ、 なるほど。なので時間にしたらどのぐらい、30分ぐらい、だけどその16個の単語をパパパパって覚えるんじゃなくて、はい、そうやってディクテーションとかしながら何回も触れるので、1個にかける時間はちょっと長いかなと思います。忘れちゃうので。あ、はい、あの英会話に関してはどうですかね。その特にあのこういうことやってスキルアップしたとかってありますか？英会話はもうとにかく音で真似をしました、はい、あのなんだろう、顔の表情とか声のトーンとか、はい、なんか結構ネイティブってジェスチャーとかもするじゃないですか、はい、なんかそういうのも全部見ながら、あとはなんだろうな、多分1対1で話すよりも何人かいる状況を見た方がなんか伸びるんですよ。リアクションが分かるから、こう言ったらこう返す、こう言ったらこう返すみたいなのが結構パターンで決まってるので、それがいいかなと思います。多分日本に行っても YouTube とか Netflix とかでそれはできると思うので、いいと思います。はい、音を聞いてで、それプラスそのジェスチャーとかそういうのも含めてこう、そうですね、真似するっていうか、なんかなりきる。あ、なるほどなるほど。まあ最初はすごい間違えるんですけど、はい、もうなんかそれこそなんだろう、中学校で習うような「ひ、はい」の時は3単元の「s」をつけるとか、はい、そういうのも全然知らない状況なので、はい、もう音だけでゆっくり、はい、並べていくんですけど、あのそれがちょっと自然と6ヶ月ぐらい経ってからちょっとずつ治っていく感じですね。なるほどなるほど。英語を勉強する人、まあ、最初は頑張ろうって思うけど途中でちょっと大変だなと思ってやめる人も多いと思うんですけど、まあ、自分もやっぱりなかなか続かなかったりとかすることも多いんですけど、こうどうやってこうモチベーションを保ってやられたんですか？なんだろう、なんか勉強って思わなかったらよかったかなと思います。なるほど。やっぱり受験の時とか私勉強したんですけど、はい、やっぱりちょっとなんか嫌だなって思う時とかもあったんですけど、はい、会話で学び始めてからはなんだろう、楽しいことを英語でやったかなって感じです。はい、なるほどなるほど。あとは仕事でやらないといけないからやるみたいな、はい、時はありますけど、例えばインストラクターの仕事で、例えばネイティブ10人に向けて私が説明をしないといけない1時間のレッスンとかってなると、もうあのその当時は全然レベルが追いついてなかったので、あの YouTube 見て独り言でブツブツ練習したりとか、そんな感じかな。その環境に入るっていうのは大きいかなと思います。なるほどなるほど。ヤスさん今日本にいらっしゃるんですか？はい、今日本、海外。あ、今日本に住んでます。なのでなんか旅行とか行かれるんですか？結構 YouTube ちょっとちらっと見させていただいたんですけど、はい、なんかウクライナとかいろんな国行かれてたので、はい、そうですね、旅行は好きで結構海外行ったりとかあのしますね。そこで YouTube の撮影したりとか。そこで英語使えますもんね。そうですね、そこで、まあ、撮影したり、まあ、外国人と話すのは、まあ、楽しいので、なんていうかそういう時はやっぱり、まあ、モチベーションというか、まあ、楽しいのでなんか英語勉強したくなるっていうのはやっぱりありますね。
すごいスムーズにコミュニケーション取れてたので、本当ですか？すごいと思いました。いやいやいや、ありがとうございます。うん、多分最初始めた頃よりかは、当時よりかは少しマシになったかなみたいなのはやっぱりあるので、やっぱ継続するしかないかなと思いますね。もともとハルさんは子供の頃からその英語は好きだったんですか？多分好きか嫌いだったら好きだったんですけど、全然なんだろう、英語、受験英語とかになると全然分かってなかったです。はい、受験は一応センター試験とかも受けたし、はい、英検とかも受けてたんですけど、はい、もう文法がめちゃくちゃだったので、当時の文章とか見ると、はい、もう時制もめちゃくちゃだし、なんか前置詞とかもなんかどこに入ってるかもうぐちゃぐちゃみたいな感じだったので、はいはい、好きは好きだけど苦手でした。うん、全然喋れなかったですよ。TOEIC も400点ぐらいでした。それは大学生の頃ですか？そうですね、大学2年生までそんな感じでした。はい、そこから急激にこう伸びたわけですよね。うん、留学の1年でっていう感じです。じゃあシドニーに留学1年して？そうです、そうです。その時に、結構伸びて、そこからあんまり伸びてないんですよ、逆に言うと。だから頑張らないといけないんですけど。なるほど、なるほど。シドニーに留学しようと思ったのは、なんでなんですか？よく聞かれるんですけど、はい、英語力が全然なかったので、はい、国立大学の派遣留学って、はい、IELTS 6.5 とかないと本当はいけないんですよ。はい、で、アメリカとかカナダとかいっぱいある提携大学のうちの、はい、シドニー工科大学っていうところだけ、はい、私が行く年からスタートだったからレベルが下がってて、確か 5.0 から OK だったんですよ。 5.0 ってすごい低いんですよ。そう、留学の中では。で、そこだけOK だったので僕にしました。はい、でもまあその時にまあシドニー留学して、やっぱそこが気に入ったから今もシドニーに住んでる。そうですね。なんかオーストラリアの働く環境にいいなって最初の1週間で思いました。へえ。まあ私もシドニーには2回行ったことがあって。ああ、そうなんですね。はい、すごいいい街だなと。すごい綺麗じゃないですか。そうですね。だし、人もなんかすごいフレンドリーだし、なんか陽気な人が多いなっていう。本当にそうなんです。はい、そう、だから仕事とかしてても結構ゆるいので、なんか逆に言えば仕事がちょっと遅かったりするんですけど、あ、なるほど。でも、なんかミーティングとかもなんかなんだろう、でも的を得てるというか、無駄に長くならない感じ。ああ、合理的な感じなんですね。合理的だし、意見を言いやすいのと、上司と部下の関係が友達みたいなとこが結構多くて、多分そういう文化なんでしょうね。なんか何でも話しやすい、フランクな感じで。そうです、そうです。はい、今後もシドニーには住み続ける予定なんですか？今後は、私パートナーがこっちの人で、もともとセルビア人なんですけど、はい、オーストラリアに子供の頃からいて、はい、で、まあ、仕事の環境的にも私も落ち着いてきたし、はい、このまましばらくはこっちにいようかなっていう感じです。なるほど、なるほど。そのシドニーに移住してすぐ適応できたのか、ちょっと最初大変だったとか、そういうのなんかありますか？多分、はい、いきなり来てたらすごい大変だったと思うんですよ。最初の海外でいきなり働いてとかだったら多分大変だったけど、一回留学してたので、その辺は大体分かってたので大丈夫だったんですけど、はい、でもそれでもそうだな、2年3年経って帰ってきた時は、はい、なんだろう、やっぱり仕事ってなると留学生の時と社会人と全然違うので、はい、やっぱ語学の面で全然大変でした。なんだろう、こっちの日本で言う敬語とそうじゃないのとっていう感じの違いもまだあるので、英語でも。そうですね。なるほど、なるほど。あらかじめその1年、留学してかつ日本に戻っても英語のレッスンを やったりとか、まあ、自分でも勉強したり
して英語力がある程度あっても、はい、やっぱり、まあ、仕事としてシドニーで、まあ、海外で働くのは最初はやっぱり大変な部分があると、大変でした。でも人によると思います、うん、多分 TOEIC から勉強してたらビジネス英語がもうちゃんとできてるから、うん、仕事の方が楽っていう人も逆にいたりとかするので、うん、日常会話に、はい、重点を置くのかビジネス英語に重点を置くのか、はい、でちょっと変わってくるかなと思います、うん、あ、なるほどなるほど、はい。あとその、まあ、シドニーに行ってその友達とかすぐこう、うん、できるものなんですか？できました？友達は、最初に行った時は留学生だったので、うん、もう何もしなくても友達ができるんですよ、はい、留学生って、あ、はいはい、寮に住んでたりとか、はい、まあ、話しかけたりとかは必要ですけど、はい、向こうから話しかけてくれたりとかするので、うん、はい、フラットメイトとかもいるし、だけどワーホリとかで行くと多分大変なんですよね最初が。うん、なので、でもなんだろう、日本でもよくあるような言語交換の、はい、カフェとかバーとか、はい、そういうのもイベントもたくさんあるので、多分都市だったらシドニーとかメルボルンとかそういう都市だったら多分たくさんあると思うので、はい、そういうところで友達見つけたりとか、はい、あとは仕事を通して同僚とすごい仲良くなったりとかはあって、だし、うん、そうですよね、なかなか社会人になると出会いがないですよね、うん、そうですね、やっぱり自分から動かないとなかなか友達って作りにくいですよね、はい、うん、基本そちらではその日本人と遊ぶというよりかは、まあ、オーストラリア人とか、まあ、まあ、英語を使ってコミュニケーションしてるって感じですか？そうですね、うん、でも全然日本人の友達もいます。うん、なんか結構質問であるのが、はい、留学行くんですけど日本人と関わらない方がいいですかね、はいはい、みたいな、うん、全然関わっていいと思うんですけど、うん、なんだろう、多分その時間ですよね、時間が長すぎたら、うん、多分、はい、そうなんですよ、私も今日本語結構使ってるので、はい、オンライン英会話とかで、はい、生徒さんと話す時とか、はい、なんかなんだろう、夢とかも日本語が混ざってきたりとかするんですよね、はいはいはい、それが長いと、で、うん、逆にずっと英語喋った日は夢の中も全部英語で喋ってるんですよ。そう、だからなんかそういうのを考えると多分日本語入れちゃうと混乱しちゃう頭が、うんうん、英語が出てきづらくなる時もあるんですけど、はい、でもね、留学とかでワーホリとかで来たら大変だと思うので、うん、全然日本人の友達は作っていいかなと思います。うん、なるほどなるほど、はい、今そのオンライン英会話で、まあ、日本人向けにもその英語を教えてるということで、はい、日本人のこう英語学習者に向けてこう、うん、アドバイスっていうか、こう、まあ、特に日本人はこういう感じでやった方がいいよみたいな、なんかありますか？そうですね、やっぱり読み書きを優先して、はい、しちゃうことが多いので、それは全然いいと思うんですけど、はい、その後で口に出す練習が圧倒的に少ないなっていう、ケースが多いと思うので、うん、例えば文章を頭の中で考えてライティングできたとしても、それを口で言えるかどうか、うんうん、っていうのを、なんだろう、何でもいいので動作とか、うん、今やってる動作とか、今日あったこととか明日やることとか、うん、を口に出して、もう口のトレーニングなんですよね、分かっててもなんか出てこないとかってあるので、うん、英語の口のトレーニングをしたらいいと思います。確かにそうですよね、やっぱり受験英語とかだと、うん、まあ、そんな、まあ、必要とされないので、うん、そのなかなか口に出して練習するっていう、こう習慣がないっていうか。そうですよね、うんうん、でも実際には英会話をやるときって、まあ、自分が喋れないとコミュニケーション取れないんで、まあ、絶対必要ですよね。はい、まあ、ぜひはるさんの YouTube チャンネルもチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。あと、オンライン英会話のレッスンもやられてるということなので、はい、興味があればぜひチェックしてみてください。というわけで、はるさんとコラボ動画撮りました。ありがとうございました。ありがとうございました。